自由の都に暮らす人がそう簡単に意見を一致させることはないよ。もしそんなことが起きたら、みんな自分の推しがいて持ってる情報もバラバラだ。でもその方が議論が白熱して面白いだろう。今支持率が高いのは確かダンディライオン騎士と闇夜の英雄だったかな。オイラはお前を応援してるぜ。ひとまず酒場に入ってみようぜ。面白い話が聞けるかも。はあ、その自由奔放さ、羨ま。俺のことは気にしないでくれ。俺もぼちぼち仕事に戻るか。セピロス騎士団に何か。いらっしゃい。今日モンドの最強、あまり気にしたことないね。バーテンダーなら何かしら情報があると思ったのに。そうそう、そういうのが聞きたいんだ。情報を扱うような仕事は担当外だがな、強いて言うなら闇夜の英雄かね。彼はアビス教団から人を助けたと、そう話を聞いたことがある。出た、裏情報。というかアビス教団の奴らって本当にあちこちで騒ぎを起こしてるんだな。よう、どうだ、このジョセの会心の最新作を聞いていかないか。モンドの最強は誰かって、それなら多分あの赤い服の女の子だろうな。そうだ、半月前俺は暴風山地でインスピレーションが湧くのを待ってたんだが、その時何があったと思う。なんだなんだ。とんでもない破壊力を持ったやつと遭遇したんだよ。そいつのせいで暴風山地の地面が一瞬にしてえぐれてね。すげえ。あの時俺は木の陰に隠れてて、赤い服の女の子が逃げ去るように走っていくのを見たんだ。彼女、はあ、でもな、誰も俺の話を信じてくれないんだ。まあ女の子とその破壊力は普通だったら結びつかないもんな。きっとあの子は誰も知らないような強力なお宝でも持ってるんじゃないか。もしかしたらそれはモンドで一番すごいお宝かもしれない。お宝。おい、聞いたか。あくまで俺の推測だけどな。いや、銀融詩人の直感ってやつだな。ありがとう。ああ、これが心の友ってやつか。嬉しい、俺は嬉しいよ。で、その女の子の名前は？名前は知らないな。あまりモンドでは見かけない気がする。でも信じてくれ、全部本当の話なんだ。謎が多いな。まあ、情報ありがとな。やっぱりパットンの言ってた通りだったな。でもこのままみんな自由に意見を言ってたら、いつまで経ってもモンドの最強が誰なのか決着つかないぞ。あ、そうだ、ジンに聞いてみるのはどうだ。セピロス騎士団の公式ランキングとかあったりするかも。聞いてみないとわからないだろ。行くぞ。ジン団長、お邪魔するぞ。今モンドの最強は誰なのかって情報を集めてるんだけど、セピロス騎士団の公式ランキングとかあったりしないか。モンドの最強？すまない、そういった資料はないな。そうか。
こいつが5位までに入ってないか期待してたんだけどな。そんな統計がなくとも私は栄誉騎士の実力を疑ったことなどないぞ。そうだ、そういえば最近またアビスの魔術師がモンドの周辺をうろついているらしい。もしモンドの周りに用があるなら気に留めておいてくれると助かる。君の実力なら人々の安全を守るくらいわけないと思うが。うん、アビス教団の奴らを倒したらきっと彼のランキングも上がるよな。とにかく倒すぞ。なんだか君たちのやる気に元気をもらえた気がする。では気をつけて行ってきてくれ。これ場内爆破は反省室、怪我人いるところに陣団長あり、山火事は一巻の終わり。あ、これはガイお兄ちゃんが書いてくれたの。その生きるための心得？つまり絶対にしちゃダメなことでないとすごくすっごく怖いことが起こるの。うん。あ、自己紹介を忘れてた。クレイはクレイだよ。よろしくね。オイラのことはパイモンって呼んでくれ。あなたたちのこと知ってる。モンドを助けてくれた栄誉騎士でしょ。お、オイラたちを知るやつがまた一人。アンバーをね。あ、今はそれどころじゃなかった。実はね、とっても大事な用があって地図を持ってここまで来たの。あのね、ささやきの森に埋めた宝物がなくなっちゃったの。宝物？しかも宝物も持ってる。女性が言ってたやつってクレイのことかもな。宝物がなくなったのは一大事だな。はい、本当？ありがとう。ね、宝物はね、この位置にあるの。地図に場所を書いておいたの。埋めた場所に小さな木の札を刺しておいたから分かりやすいと思う。木の札。宝物がなくなった理由が分かった気がするな。栄誉騎士のお兄ちゃん、早く行こう。ランララン、ララン。物がなくなったのにどうして楽しそうなんだ。だって最近レザーもアルベドお兄ちゃんも忙しそうみたいで邪魔しちゃいけないの。でもクレイは新しい友達ができたんだもん。お兄ちゃんが助けてくれてクレイとても安心だよ。you
あのね、クレイの宝物はここに埋めてたんだけど、穴が開いてるな。アビスの魔術師か？まさかジンが言ってたやつじゃ。あれ、あいつの手何か持ってないか？あー、クレイの宝物だ。なんだって？チッ、助っ人を連れてくるとはな。作戦変更だ。おい、待て、逃げるな。アビスの魔術師？前に森で遊んだ時はいなかったのに。なんだか可愛いね、ふわふわ。さっさとそれを返せ。チッ、いや、せっかく手に入れたんだ、返すわけがないだろう。いなければ、あの小娘一人なら何とかなったものを。Yeah!
追いつかれたか。少しはやるみたいだな。だがここまでだ。おい、何をする気だ。人々の噂の中から最強の人間について情報を集めさせてもらった。そしたらこの赤い服のガキがモンドでも最強の宝を持っているというじゃないか。その宝が我々の手に渡った以上、お前たちに勝ち目はない。そうだな、お前たちでこれの力を試してやろう。ダメ、絶対にいじっちゃダメ。その焦った顔、今になって怖くなったのか。どれどれ、ふん、火の印か。生きるための心得。怪我人いるところに神団長あり。終わった。うーん、もうダメだ。クレイの宝物って爆弾だったのか。はあ、道理でクレイがモンドで最強って噂があるわけだ。少なくともオイラは相手にしたくないな。でもクレイ、なんで逃げてたんだ。あ、そうだ、騎士団に戻って神団長に今回の一件を報告しよう。に答えてほしい。怪我人は、怪我人はどこにいる。ん？でもモフモフはクレイのものを盗んだだけなのに。クレイ、ああ、オイラが言ったアビスの魔術師は悪い人っていうのはただの言葉のあやだぞ。アビスの魔術師は人間じゃない。あいつらは、そうだな、人類と敵対する悪い奴らだ。モフモフは人類の敵？悪い奴？わかんなくなってきちゃった。これは私のミスだな。クレイはまだ幼いからこういうことを教えていなかったんだ。アビスの怪物どもはモンドの脅威であり、とりわけ最近は活動が激しい。なるほど、オイラわかったぞ。きっと奴らは宝物の噂を聞いたからクレイを狙ったんだ。オイラがクレイの宝物を手に、何なのか知りたかったみたいに。じゃあ今回の手柄に免じて今度のバドル同祭の参加を許可する。バドル同祭、やったー。お兄ちゃんも絶対お祭りに来てね。ふう、うまくまとまったみたいだな。しかしクレイ、その宝物をどこに隠していた？聞く。また星落としの湖の魚に何かするつもりだったんじゃないだろうな。違うよ。オイラたちもすっごい見てるよ。
くれ。くれ、反省室行ってくる。くれ、一人で反省室にいて退屈しないかな。真面目に反省してるんだから誘惑しないで。反省中はここでバブル同祭のために特別な宝物を作ってるんだ。宝物ウキューの形にしてみたんだよ。かわいいんでしょ。うん、バブル同祭が始まったらきっとみんな気に入ってくれると思う。はあ、ジンがこの話を聞いたら、きっとクレイの反省室で過ごす時間が長くなるだろうな。